境港市、水木しげるロードに設置された猫娘のブロンズ像猫娘は、猫の風貌、生態、仕草などの特徴を持つ人物やキャラクターの故障。本校では、実在の人物としての猫娘、古典の書物やサブカルチャーに登場した人物、またはキャラクターとしての猫娘について述べる。法暦明和年間の江戸、京都、大阪では、 見せ物小屋で障害者を見せ物にすることが流行しており、その最中の1769年に江戸の浅草で猫のような顔つきの女性が猫娘と称して見せ物にされていた。こうした障害者の見せ物は、後に安永天明年間にかけて最も盛んになったものの、猫娘はそれほど評判にはならなかった。1800年観光の特本。 絵本さよしぐれ巻後にある奇シ阿修の奇女によれば、阿修の富豪の家に男を舐める奇癖を持つ女がおり、その下が猫のようにザラザラしていたことから、猫娘の名で呼ばれたという。妖怪をテーマとした1830年の教科本、教科百期夜教にも、舐め女の名で登場するが、妖怪ではなく、奇人変人の類である。詳細はかつて女を参照。 江戸時代の成城や世相を描いた古書、安政雑記には実在の人物として以下のような猫娘の記述がある。1850年、江戸の牛込横寺町に松という名の知的障害の少女がいた。幼い頃から彼女は、奇癖があり、家の長屋で生ゴミとして捨てられた魚の頭や内臓を食べ、さらには垣根の上や床下を身軽に駆け回り、 ネズミを捕まえてむさぼり食っていた。その猫のような気候から、猫小僧、猫坊主とあだなされ、深き因縁にて、猫の生を受けそうろうなりと噂された。この気候を心配した母親は、医者や神仏に頼ったが一向に、効果はなく、厳しく仕置きしても無駄で、ついには啓発させて二層に、弟子入りさせた。それでも、やはり魚の内臓を拾って、 食べるような気候は収まらず、二層にあるまじき赤壁の持ち主として家へ帰された。松は周囲の子供たちには格好のいじめの標的だったが、たとえ子供たちに追われても猫のような身軽さで家の屋根に飛んで逃げるので誰にも手出しすることはできなかった。一方で大人たちには家を荒らすネズミを取ってくれることから大人気で彼らに銭を握らされ、 親には内緒にすると言い含められた松は近所の床下やゴミ捨て場でネズミ取りにふけっていたという。紙芝居の最盛期であった戦前の1936年、紙芝居の草分けの一人であった浦田修雄が因果物の紙芝居、猫娘を制作した。この主人公の猫娘は親が猫を殺して三味線の皮にすることを職業としていたため、因果によって 猫の性質を持ってしまった少女であり、ネズミを見ると目を輝かせ、耳を逆立てて追い回して捕らえ、生きたままのネズミを食べ、猫のような声で泣き、猫のように家の屋根の上を駆け回るというものである。猫娘は移植作ながらも人気が出たが、それにより、トカゲ娘、ヘビ娘などの模倣作も出回り、教育者からの批判の的となった。1937年から警視庁保安。 工業係によって、紙芝居の検閲が始まったが、これは猫娘の流行がきっかけだとの指摘もある。このイメージは、水木しげるの漫画、ゲゲゲの鬼太郎に登場する猫娘に引き継がれた。猫の耳尾を持つウィキペタン1980年代後半から21世紀に、かけ、漫画、アニメ、小説などにおいて、猫娘は、 猫の特性を持つ少女のキャラクターとして登場しており、猫股など猫の妖怪と人間との根血、猫が人間の姿に化けたもの、化け猫の一種、猫の魂の乗り移った人間、人為的に猫の要素を付加されて作り出されたアジンなどとして設定されている。こうした妖怪や SF における猫娘とは別に、単に猫好きの度が過ぎている女性、猫のような口調と仕草が、 特徴の少女といった猫娘のパターンもある。また、創作作品のみならず、コスプレの世界などでも猫のスタイルをした女性が、猫娘と呼ばれ、しばしば萌えの対象となっている。日本国外にある猫娘の類話として、猫のコスチュームを着た、アメリカンコミックの女怪盗、キャットウーマン、黒猫が、人間女性に姿を変えて恩義ある人間の願いを、 叶えたという中国の民は黒猫娘がある。ありがとうございます。